1938年10月、当時の第1船舶輸送指令ブレーカーの第1、揚陸団に属し日中戦争のバイアスワン、上陸作戦従軍中の帝国陸軍船舶部隊の特殊船、新州丸。上陸用集停母船である元船は、船尾八地島から、大発、小発を発進ないし収容中。後部甲板には、 装甲艇内視高速抵抗が搭載されている船舶司令部は戦時における軍隊、物資等の船舶輸送を指揮統率した大日本帝国陸軍の組織。帝国陸軍における軍隊符号は SEC。船舶司令部が統括した陸軍船舶部隊は各隊に与えられていた通り称号の兵団文字符、暁から暁部隊と通称された。 平時における陸軍の船舶及び鉄道による輸送を担当する艦がたる陸軍運輸部は1904年4月に台湾陸軍補給省を改編して設置された。日中戦争開戦に伴い1937年8月、第一船舶輸送司令部が動員され、司令部を広島県宇品に置いた。同司令官を運輸部長が兼務し、運輸部が平時の業務を 第一船舶輸送司令部が、戦時の業務を担当した。1940年6月、第一船舶輸送司令部が復員し、船舶輸送司令部を臨時編成し、支部を、大泊、小樽、東京、新潟、敦賀、大阪、神戸、茂地、富山、拉津大連、高尾の12カ所に設置。同司令官は引き続き運輸部長が兼務した。 太平洋戦争突入後の1942年7月、船舶輸送司令部を軍司令部と同格の組織である船舶司令部に改編した。また、船舶部隊の改編も行われ、第一船舶輸送司令部、第二船舶輸送司令部、第三船舶輸送司令部、及び上陸作戦部隊を統一した組織として、船舶兵団を新たに編成した。 同年11月、ソロモン諸島、ニューギニア島方面の戦況に対応するため、第4船舶輸送司令部を編成。1943年12月、アメリカ軍のニューギニアオーストラリア方面への進出に対応するため、第5船舶輸送司令部が編成されたが、半年後にはアリューシャン列島方面の戦況悪化のため、北海道に転用され、 第3船舶輸送司令部がその後の任務を継承した。さらに1945年1月、台湾、沖縄方面を対応する第7船舶輸送司令部を編成。大戦末期の1945年5月には、新設された大本営海運送幹部が全船舶を国家船舶として一括管理することになり、陸軍、海軍、軍需 これに伴い陸海軍の徴用船は6月に原則として徴用解除され、100トン以上のすべての汽船が国家指定船となった。制度としては野村の奥に海運総監が国家指定船の運用について指示権を持っていたが、実務的には船舶司令官の指揮下で国家指定船の統一運用が行われた。終戦時には、 アメリカ軍の飢餓作戦などにより、日本の海運は壊滅状態であった。陸軍船舶部隊における、ラテン文字からなる、軍隊符号中の略字は、船舶を示す、背を監視、船舶司令部が SEC、船舶輸送司令部が SEU、船舶兵団司令部が SEI、船舶団司令部が SET SE、揚陸隊が s e 船舶公兵連隊が SEP、 船舶通信連隊がセル、船舶砲兵連隊がセア、船舶衛星隊本部が正統。1945年8月6日の広島市への原子爆弾投下に際し、爆心地から至近距離にあった広島城周辺に駐屯する中国軍艦区司令部をはじめとする陸軍部隊は直撃を受けて壊滅。藤井王子司令官は被爆死した。 広島駅北側の東連平場に駐屯していた第二総軍司令部は壊滅は免れたが、大きな被害を受け、ほとんど機能停止に陥った。また、地方官庁たる中国地方総監府、広島県庁、広島市役所も大きな被害を受けしていた県庁は、完全に壊滅した大塚伊勢地方総監、阿波や千吉市長が被爆死したため、行政機能もほとんど停止した。 6日夕刻になって市外への出張で難を免れていた高野原心知事の下で736のタモニーに臨時県防空本部が発足した。この結果、爆心地から4キロメートル前後離れていた宇治名に周到し大きな被害を受けなかった船舶司令官が翌7日以降、広島警備本部として市内の救援活動や警備活動の指揮を取ることとなり、県庁。 県防空本部を指揮下に入れた。帰下の暁部隊は市内での活動に総動員され、これに従事した部隊員の中から多くの二次被爆者を出すことになった。被害を受けた広島電鉄の復旧のため、部隊が所有していたマスト300本が電柱として利用された。歴代司令官は陸軍運輸部長を兼務。第一船舶輸送司令官船舶。 輸送司令官船舶司令官なお、秘密兵器である特殊船、新州丸には複数の秘匿船名が与えられており、初期のその一つである MT、田尻昭治両陸軍中将の姓のイニシャル、松田田尻から取られたものであった。船舶輸送司令部船舶司令部最終船舶、兵団、編集当初所属部隊最終所属部隊、教育船舶兵団司令部、 編集所属部隊第1船舶輸送司令部編集最終所属部隊第2船舶輸送司令部編集最終所属部隊第3船舶輸送司令部編集最終所属部隊第4船舶輸送司令部編集所属部隊第5船舶輸送司令部編集最終所属部隊陸軍船舶練習部編集所属部隊船舶砲兵団司令部編集所属部隊野戦船舶本省 編集所属部隊、ありがとうございます。